今から20分間自由時間与えるので、うん、好きなように過ごして20分後に20分経ったかな、これぐらいかなってなったら戻ってきて、はい、みんな多分小学校の休み時間とか20分が多かったかなって思うんだけど、まあ、みんなね小学生は経験してきてるからもう当たり前に20分は体感でわかるでしょっていうことで試練を与えて試練、そう、え、でもね、ということで携帯は募集します。募集します。お願いします。募集します。はいないです。募集ね、あれないです。あれさっき持ってなかった。あれあれ、ゆずはちゃんが携帯隠してます。先生いっちゃおう。ないです。現役小学生が隠してます。隠してる。先生いっちゃおう。そういうこと言うの。先生に言っちゃおう。先生に言っちゃうからね。嫌なんだよ。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。よーい、スタート。出発したわけなんですけれども、一人でカメラ回すのは嫌だ、とても。なのでちょっとみんなに今ついてきてんだけど、なんかみんなね原宿詳しいので私も行きます。何しようかなって感じなんですけど、本当にプラプラ私のほっこり旅を皆さんにお届けできたらなと思ってます。ちょっと私結構たぴったり行ける女子なので20分直径行けるんじゃないかなと思ってます。行ってきます。バイバイ。暑いです。暑い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 。いちご飴ある。美味しそう。じっくり行きたいと思います。今タピオカ買ってきました。お前の動画撮った時もここのコーヒー美味しかったんでまた買ってきました。で、戻って食べたいと思います。はい、今11分経ったんですけど、まだ誰も帰ってきてないですね。歩いてたんだけど、人が多すぎて動画が撮れないので、ちょっと外れたところに来てるんだけど、下のおしゃれなお店とかいろいろあって、ただねお店の中で撮影できないんですよ。なので買ったものを逐一見せるという感じになります。ちょっと人多すぎて撮るの恥ずかしい、やだって感じで、ちょっと今何分経ってるか分かんないけど行ってきます。バイバイ。20分まであともう1分を切ったんですけど、まだ誰も戻ってきてないですね。20分まで戻ってくる子はいるんでしょうか。戻りました。おかえり。20分経ったということで、経ったと思います。マリアのタイム発表します、はい、今が24分です。あ、じゃあ一番近い。うん、一番近い。だってまだ誰も戻ってきてない。まだ誰も戻ってきてないから。はい、今お部屋に戻ってきてのんびりタイムです。みんな全然帰ってこなくて、一人でのんびりしてます。ところすごく辛くて、なんかね全然食べれなくて、ちょっともう多いすぎで帰ります。多いすぎで、もうやばい。なんでこんなことになったの。もう絶対やばいんだけど。30分ぐらい経ってるかも。急いで帰らないと。絶対ビリ。絶対的にもう授業に遅れるタイプの人じゃん。あとちょっと、40分、30分経っちゃってるかも。倍じゃん。
分経ったよ。あれ20分だったよね。20分って言ったよね。20分だったはずです。そうだよね。あれ40分になってる。40分。全然戻ってこない。まだマリアしか戻ってきてない。帰ろうと思います。どうしようかな。ユナの体感は何分？ちょっと、結構遅れた自信あって、3、40分ぐらいちょっとかかっちゃったなみたいな。ユナの体感は3、40分ぐらい。はい、もう理由があるんです。これはこれには理由があります。まずお店が全然見当たらなくて、ほうほう、人がいすぎてちょっと撮るの恥ずかしいって感じだったので、店内入ろうと思って、店内で撮ろうと思ってフードコートみたいなとこ入ったんですけど、意外にも人が多くて、でトッポギを買ったんですよ。で注文したと思って、座って撮って待ってたら、待ってて、で、あ、鳴ったと思って撮りに行ったら、結構多くないでなって、で食べたらすっごい辛いんです。でめっちゃ苦戦しながら食べてたんですけど、食べ終わった後にパッと見たら、携帯来られてなくて、カメラ、みたいな、なってとりあえずお部屋もらって、落ち着いてたら、え、待って時間でにって思って、ってなって急いで原宿を走ってきました。みんな何分なの？ちょっとじゃあみんなのタイムを教えようかな、まず一番初めに戻ってきた子、マリアが一番最初に戻ってきました。でマリアのタイムが覚えてる？24分。すごい。そう、すごいよね。ちょっと遅れちゃってるけど許容範囲内の20分だった。で次が何分に戻ってきた？42分。何してた？カメラ撮ってちょっとブラブラして、何もないよ。でもね、ゆずはの体感早かったんだよね。多分早く帰ってきたと思うって言いながら帰ってきてたから、時間感覚で行ったんです。今10分、次20分みたいな。そうなんです。だから、5分に戻ってきた。42分でした。ちゃんとプリクラ撮ってきましたよ。おー、見たい。で、最後に戻ってきたのがユナ。ただいまです。お待たせしました。タイムは、56分何秒ぐらい？1時間20分のはずが。やばいよね。ちなみに何やってました？ここから竹下通りの一番奥まで行って、人いっぱいでお店とかも入れなくて戻ってきたんですよ。そしたら幸福堂がちょっと空いてて、タピオカ買って帰ってきました。こんぐらいじゃダメですね。店内でゆうちゃんに食べてたら、テイクアウトだったね。テイクアウトだった。天気めっちゃ悩んで、人が本当に多くて、カップルとか一番の人とか本当にやばくて、え、気まずいって思って、で一番奥のが空いてて、それに行って、でやばいやばいやばいってめっちゃ急いでお金入れて、やばって思ってバッタ楽しかったそうです。楽しかったみたいですね。じゃあマリアから遅れてきた2人に言いたいことあるんだよね。
二人とも小学校は行きましたか？行きました。行ってますね、今現在からね。3年前だからやっぱ忘れちゃったっていうのは結構あると思う。ごめんなさい。現在進行形ですけど。いや、そう、でも休み時間って楽しいものじゃないですか。チャイムが鳴るんです。うんうん、そう、ないんです。そうだよね、そう、結局やっぱチャイム様様で、うん。じゃあこれからはみんなちゃんと休み時間の、ね、時間は守って授業をちゃんと受けようということで。倍以上時間かかってますから。ごめんなさい。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。